ようございます。ちょっと待ってね。できた。よし、じゃーん。じゃじゃーん、メイドションです。イエーイ。メイドです。ご主人様、おはようございます。あ、ありがとう、ギフトコメントキラキラ、嬉しい、ありがとうございます。メイドです。可愛くない？この猫ちゃんも可愛いでしょ。おはようございます。可愛すぎるメイドで何も頼めない。本当可愛すぎる。やった、嬉しい。朝からご主人様に今日はパフェを作りたいと思います。パフェ作り。パフェ作りするよ。ありがとう、みんなギフトコメントキラキラ、めっちゃ可愛い。やった。ご主人様、ご主人様、ご主人様。そうりょうね、パフェ作り初めてかもしれない。配信でパフェ作り初めて。そう、ずっとさ、やってみたかったんだよね、りょう。そう、ご主人様にずっと作りたかったけど、今日やっと作れるよ。イエーイ。あ、ホロありがとうございます。ご主人様。じゃあちょっとその前に今日のタイムテーブルのことを話したいと思います。なんと今日がですね、夜の部が昨日話したのとは変更しました。ごめんね、変更させていただきました。夜の部のタイムテーブルを変更しました。今日の朝はこの枠が8時までの1時間で、夜の部が2枠目が18時10分から18時30分まで、3枠目が19時20分から21時までに変更させていただきました。ご主人様。そう、でもね、もし今日もねお仕事があるんですけど、もし押した場合はまたちょっと変更になる可能性もあるので、ご了承ください。ご主人様。よろしくお願いします。そしてミッションを達成してゲットできたキラキラ星100個と無料ショーゴールド、もしよろしければリオに投げてください。ご主人様。ください。すっごく大きな力になっていて、一人でも多くの方にしてもらえるとすごく力になるので、皆さんぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日もみんなで血取るぞ。おーしましょう。おーしますよ。いきますよ、せーの、みんなで1位取るぞ。あー、ご主人様。見て、鈴が鳴るの、可愛くない？鈴が鳴る。しかもここに肉球がついてるんですよ。可愛くない？このコスプレ可愛いよね。肉球ついてる、ここにゃん、にゃん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 
ありがとう、嬉しい。でね、今日はなんと今日入れて残りあと2日、明日がついに最終日です。キャーキャー、この可愛さは罪です。あ、ご主人様やられちゃいましたか。ご主人様、リオが可愛すぎてやられちゃいましたか。そうなので、明日がついに最終日ということで、皆さんあと残りイベントもちょっとなんですが、絶対に最後1位になって写真集を出したいので、ご主人様ぜひお力を貸してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご主人様ご主人様、今2位なんですけど、今日も配信1位で終われたらいいなと思うので、よろしくお願いします。それでは今日はね、この枠は8時までということで、早速ご主人様のためのパフェ作りをしていきましょう。リオツン、リオツンメイド喫茶オープンです。オープン、オープン初日です。あのちょっと休業しててそう、前にちょっと1日だけ開いたことがあったんですけどずっと休業してて、あの復帰、1日復帰ということで1日復帰、1日だけ復帰します。ご主人様コメントお願いします。そう、休業してたんですよね。だからなんとスタンプカードも実はあるんですよ。ほりゃースタンプカードもあります。そう、リオツンメイドスタンプカードそうだよ、そう1日だけ営業してたんですそう1日だけ営業してたんですよね。そうそうそう、1日だけ営業してて、でちょっと休業して、でまた今日1日だけ営業しますそう1日だけ、1日だけそう、あ、それではお帰りなさいませ、ご主人様リオツンメイド喫茶でございます。今日はなんとご主人様のためにパフェ作りをしたいと思います。イエーイパフェ作りをします。で今日はちょっとメニューが1個しかなくて、気まぐれリオツンパフェというパフェしか1個しかないんですけど、ご主人様ご注文は何になされますか。ちょっと1個しかないんですけど、ご主人様ご注文は何にされますか。何にされますか。オムライスは、オムライスはちょっと用意してなくてごめんなさいね、ご主人様、次までには用意しておくつもりですつもりなんですけど、あ、パフェです、パフェでございますか。あ、気まぐれパフェでありがとうございます。じゃあ気まぐれリオツンパフェ一つ愛をチメチメしたいと思います。それでは少々お待ちください。ごゆっくり、ごゆっくりなさいませごゆっくりなさいませ。ちょっと合ってるか分からんけどはい、それではご主人様のためにパフェを作っていきたいと思います。今日はなんとあのリオの大好きなね、キャラメルのアイスがあるんですけど、それを使ったパフェを作りたいと思います。
そしてリオの大好きなこちらバナナちゃんも使います。バナナちゃん、バナナちゃんは今からこの板でカットしていきます。カット、カットしていきますよ。カットして、でなんかホイップとかもあるんですよ。だからホイップとかもあるから、こうホイップをかけてやったりとか、これもチョコとかもあるから、トッピング用のチョコスプレー、だからそれを振りかけたりして、愛をこめこめつめつめ愛をつめつめのパフェを作ります。それではご主人様、愛をつめつめにするから見ててね。まずはバナナをカットします。イエーイバナナをカットしますよ。ちょっと緊張するな、緊張するな。じゃあまずバナナ、リオの大好きなバナナちゃんです。バナナちゃんでございます。ご主人様のためにバナナむくに、あ、メーナが、メーナが来た、メーニャが来た。メーニャのじゃないよこれ、かわいい。メーナないよ、ごめんね、メーナないよ。あ、メーナご主人様はないでしょ。ちょっとちょっとね、ちょっと今寝ないですよ。かわいい。めっちゃ尻尾振ってる。え、めっちゃかわいいんだけど、やば。お座りしてる。そう、メーナはね、バナナが大好きなんですよね。ないよ、ごめんね。ごめん、ないよ。ごめん。かわいい。バナナ剥けました。バナナ。美味しそう。それではこのバナナをこちらでカットしていきます。サイコパス見て、こうやって持ったらさ、ちょっとサイコパスじゃない？ちょっと怖いわ、ちょっと怖いですね。怖いですね。あ、姉ちゃん、ないよ。それではご主人様のためにバナナをカットしていきますよ。カットしていきます。ちょっとうまくカットできるかはわからないんですけど、カットしていきますね。え、斜めですよね、ご主人様。え、ちょっと合ってるかな。ちょっと作るのが初めてで、そうなんです。作るのが初めてなんですよね。ちょっと斜めに切っていきますね。え、怖い。のかしら、これは、これは合ってる、これは合ってるの。あ、でも合ってそうな予感がするわ、ご主人様。まあね、ご主人様愛のつめつめだからさ、まあどんな形だとしてもね、愛がこめこめだから大丈夫だよね。ご主人様、これで喜んでくれるかな。愛を伝えながらバナナを切ったから、多分喜んでくれるはず。バナナカットできました。え、どうかな、これ合ってるのかな。カット上手。え、嬉しい、褒めてくれて、やったーバナナカットしました。え、みんな写真撮る？ご主人様、ご主人様、写真撮られますか？チェキにしてもいいですよ。
めな端っこあげるよ。めにゃめにゃおいでこっち、そうそうそう、めにゃこっちおいで、めにゃおいで、バナナちゃんバナナちゃんバナナちゃん、あバナナちゃん大きかったかな。めなご主人様、バナナはどうですか。あのリオが愛を込めて作りましたよ。めなご主人様食べてますか。勢いがすごかったよ。そうめなバナナ大好きなのでね。食べた。あご主人様食べたんでしょうね。うん、ありがとうございました。去っていった。キラキラ星全部投げた。 ありがとうございます。ご主人様ぜひよろしければキラキラ星100個投げてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。それではこちらバナナがカットできたところでついにパフェを盛り付けていきたいと思います。マナアイス取ってきて。そうなんですよね。こちらにバナナを移していきたいと思います。移していきます。どうどう、映しましたよ。いい感じですね。これはさすが、さすがですね。これはスクショタイム。ふふふ、ありがとう。それではリオの大好きな大好きな大好きで仕方がないキャラメルのアイスクリームを紹介します。ご主人様に特別に紹介しますよ。特別ですからね。これはこれは特別です。じゃじゃん、ダブルキャラメルアイスクリーム。これ本当に美味しい。こんな感じでパックみたいになっててめっちゃ美味しいです。これはもう世界の中で一番美味しいアイスだとリオは思います。キャラメル風味アイスにキャラメル粒を練り込んだリッチな味わい。そう、今日はねリオの大好きなこのキャラメルアイスをご主人様にもお裾分けしたいと思います。ご主人様にお裾分けしますよ。それではついにこのコップに、コップ、お皿、お皿にパフェを盛り付けていきまーす。イエーイ。まだ空っぽですよ。何の仕掛けもありません。空っぽです。空っぽです。え、どういう風に盛り付けていこうかな。うーん、悩むな。え、そう、あのねソース、ソースとかもあります。キャラメルソースとかチョコソースもある。じゃあまずはこのリオの大好きなキャラメルアイスをオープンしますね。いきますよ。オープン。あ、オープン。じゃーん。あ、冷たい冷たい冷たい。あ、冷たい冷たい。じゃーん。こんな感じ
見える？こんな感じです。キャラメルアイシュそう、キャラメルアイシュこんな感じです。いっぱい入ってる。そうなんよね、いっぱい入ってます。見えてるかな、手元。あ、いい感じ。そう、そしてなんとね、こちらアイスをすくう、あのよくあるあるやつ、これこれもあります。なんとすごくないですか。ご主人様のために用意しましたイエーイ。それでは早速パフェを作っていきますね。ご主人様、ご主人様作っていきますよ。それではまずはこちらのキャラメルアイスクリームをすくってコップにしたいと思います。これね、2個あるんですよ、ご主人様。このすくうやつどっちがいいんだろうな。こっちでいいか。こっちで作ります、ご主人様に。え、うまくいけるかな。ディッシャーっていうの？そうなの？知らなかった、リオちゃんリオちゃん知らなかったよ。それではちょっと緊張するんですけど、あのしていきますね。あ、初見さん、ありがとうございます。初見ご主人様ありがとうございます。今パフェ作りをしているのでもしよかったら見てください。見て、これすごくない？ちゃんとした結構本格的なやつ。それではいきますね。え、できるかな。あ、結構柔らかいかも。待って、結構いい感じなんだけど。え、どうだろう、これは。ご主人様大好きですよ結構柔らかいね、ご主人。ご主人様、丸くなれ。あ、やばい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 、こすれてきたやばいよ、これこれやばいよ。ちょっとうまくできないな。あ、できました。それではこちらのコップにじどーん、豆乳豆乳豆乳、ご主人様投入しましたよ、こちらアイスクリーム。じゃあもう2個ぐらいかな、もう2個ぐらいすくっていきますねご主人様の愛をすくってこちらのパフェに詰め込んでいきますよ。リオさ、パフェあんま作ったことないからさ、どんな感じでさしたらいいのかわかんないけど、間に生クリームとか入れた方がいいのかな。そっか、間に生クリーム入れます。見て、これスプレーホイップっていうらしくて、すごくないですか。初めて使う。なんか斜めからしたらいけないらしくって、まっすぐこう垂直にしてあのやるみたいですうわ、音がする。
めてご使用の際はノズルが固定してありますので絵のように一度折り曲げてください。折り曲げます、折り曲げましたよ。そしてノズルを元に戻してよく振ってください。必ず缶を逆さまに垂直にして、よし、それでは初めて使うスプレーホイップ、いけるかな、いきますね、いきますね。あー、すごい、見て、見えるかな、なんか全部が白くてさ、ちょっと見えないかも。見える、ご主人様うまくいったよ、ホイップ。見えてる、初めてできた、すごい、すごいね、すごい。じゃあこちらにキャラメルソースをかけてきてます、いきますね、ご主人様、ご主人様の愛を表現しますよ。大好き。ソースかけました。いい感じかもしれない、これはいい感じかもしれない、これね、もう天才かもしれない私。じゃあアイスをまた丸めていきます、いきますね、ご主人様。あ、結構柔らかくなってる。おお、お、え、いいかも、いいかも、待って、めっちゃいい、めっちゃよくできた。見える、めっちゃ丸くできてよ、ご主人様。お、いい感じいい感じ。じゃあこれは続けて2個、もう1個丸めていきます。おいしそう、ご主人様、ご主人様も絶対好きになってくれるな、このパフェ。だってリオの愛がいっぱい詰まってるんだもん。お、できた、できた、こんな感じです、いい感じ、アイスたっぷりアイスたっぷりにしましたよ、ご主人様。じゃあこの間空いてるところにホイップをね、あ、バナナのもあったバナナちゃんもありました。ちょっとバナナちゃんを間にちょっと詰め込んでいきます。バナナちゃんをちょっと間に詰め込んで、ちょっとね、いい感じにしていきますね。じゃバナナちゃんがヌメヌメしてて、ちょっと持ちにくい。バナナちゃんを間に、あ、いいかもしれないこれ。バナナちゃんが逃げる手から、バナナちゃんですよ、ご主人様。ご主人様、バナナ好きかな、好きだよね、きっとね。そう、バナナちゃん、できました、できました、できました。バナナちゃん、バナナちゃん詰め込みました。見える、この端側に見て周りに詰め込んだいい感じでしょ、ほぼ白い、え、確かにほぼ白い系さ、なんかさ、どうなってるのか分かんない。バナナ朝ごはんに食べて、あ、ご主人様バナナ朝ごはん食べたんでしょうね、いいですね。じゃあホイップをまだまだかけていきます、いきますよ、音がすごい、あー、え、見て見て、スタバみたい見て、スタバみたいなのできた見て見て、すごくない？いい感じじゃない？結構本格的だよ。え、リアちゃんホッピーうまい。
まあいい、やったー。じゃあこれにちょっとバナナをまた追加して、バナナを追加しますね。フラペチーノちょっと楽しすぎててんこ盛りにしちゃいましたね。あ、リオ天才かも。結構センスがいいかもしれません。これはこれはちょっとセンスがいいですね。お、いい感じ。バナナを周りに乗せました。いい感じ。そしてこの上にですね、このチョコスプレーをかけていきます。あ、まずソースからか。ソースをかけて、その後にチョコスプレー、ソースをかけていきましょう。おいしくなーれ、おいしくなーれえ、やばい。え、めっちゃいい。見た目すごいいいよ。見て、見る、やばいこれ。え、やばいおいしそう。え、見て、見えるかな、これ見えてる。結構いい感じかもしれない。で、この上にこちら、これね、3種類あるんですよ。この真っ黒なチョコのやつと、よくあるこのカラフルなチョコと、かわいい、美味しそう。え、嬉しい、ご主人様。そしてこの銀色のキラキラの、あ、待って、反射して見えてないかも銀色のキラキラのチョコがあります。じゃあ締めてかけましょうね。締めてかけていきますすべてもうてんこ盛りにかけますじゃあまずこの茶黒のやつから、パラ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 。じゃあカラフルなやつを、パラ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 。そしてこの銀色、もう DD だねこれ、 DD パフェだよこれ。パラ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 。あやばいやばいやばい、ちょっとおいしそうでしょ。思ってたよりもおいしそう。思ってたよりもあ、マシマシで OK。 じゃあマシマシにしますね。もっともっともっとマシマシにしよう。もっとマシマシに、マシ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 、あいもマシ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 。ご主人様、誰が好きなんですか？リオですよね。こんなパフェみたいに DD だったらリオ許しまへんよ許しまへんよってさ給食残したら許しまへんね。意外に成功？え、成功だよこれは。欲張りパフェ、そうだね、欲張りだねこれは。え、出来上がりました。なんと、イエーイ、出来上がり、気まぐれリオツンパフェの出来上がりでーすご主人様の愛こめこめ、チュン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 キャラメルパフェでーすじゃ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 ーん、じゃ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 ーん。え、よくないですかこれ。初めてパフェを作った割にはなかなかの出来じゃないかと思われます。え、いいかもしれないこれはじゃあご主人様に持っていく前に愛を込めなきゃ。前へ前へ、キュー、愛を込めしました。あ、ほら、ありがとうございます。もうとにかく愛を、とにかく
ご主人様、そらさっき見たよりもっと美味しそうになってるでしょはい、それではちょっと画角を変えましょう、変えましょうね、少々お待ちくださいご主人様。ありがとう、うん、なんか不思議な感じ見て OKOK、 いい感じいい感じいい感じですね。よし、それではご主人様お待たせしました、じゃじゃーんこちら何だったっけこちら気まぐれチュン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 キャラメルパイでございます。こちらご主人様のために愛をたくさん込めて作りましたキャーン、結構良くない、いいかもしれない、これ愛をチュメチュメしましたご主人様のために。じゃあスクショタイムしましょう、このパフェと一緒に。美味しそうでしょご主人様、ツーショット撮りますか。うおうお、撮っていいのか撮っていいのか。はい、もちろんでございますよご主人様。うおうお、嬉しい、うおうお、ご主人様、ツーショット撮りましょう。パシャ。パシャ。パシャ。うおー、ほっぺに注文されたー。ご主人様、ちょっと暴れないでください、ご主人様。それでは。こちらのパフェちゃんをリオが食べていきたいと思いますご主人様にあんしてあげましょうね、特別ですよご主人様、ご主人様にあんをしていきますよ。ちょっとホイップがいっぱいだからちょっと難しいんですけど、すいませんね、というわけでじゃあそれではご主人様あご主人様大きな口を開けてください、恥ずかしがらないで、あどうですかご主人様、美味しいですか、どうかな、リオちゃんが初めて作ったパフェは、あ、ご主人様の口生クリームが取ってあげますねそれではリオちゃんもいただきます。これはもう勝ち組ですね、これは勝ち組ですね。
もうやっぱりこのアイス自体が美味しすぎてもう本当に神だし、このね上のチョコが結構しっかりチョコの味がしてめっちゃ美味しい。ご主人様どうですか、美味しいですか。あ、ほらありがとうございます。そう美味しいですね、これは。これは美味しいわ。うん、ご主人様バナナあげましょう。あうんうん、美味しいですね。ご主人様、リオにもあんしてくれましょうか。あ、してくれるんですか、嬉しい。あご主人様、美味しいです。これはもう大成功ですね。あうん、普通にうまそう。いや本当に美味しい、本当にやばい、これはやばい、売ってもいいレベルです。これはもう人気商品人気商品になる。ご主人様、リオの愛チメチメしたんだけど伝わってますか。え、リオタン、ご主人様、え、一尺玉、わーちんくん大好き玉、ありがとうございます。リオタンご主人様、リオタンご主人様もツーショット撮りますかね。イエーイレオタンご主人様大好きですよ。嬉しい。レオタンご主人様大好きとも、ありがとう。ありがとう。美味しいですね、ご主人様。今日は来てくださってありがとうございますね。美味しいですね、ご主人様。これはもう大切な思い出になりましたね。本当に美味しい。朝から幸せです、りょうちゃん。りょうちゃん朝から幸せ。ご主人様にも会えたし幸せです。すごく美味しかった。あ、よかったよかった、ご主人様が喜んでくれて。鼻先についてないですか。え、本当だ、いつの間に。あー、ご主人様、リオにあんするとき、わざとリオちゃんの口に、あ、鼻につけたでしょ。いけないな、ご主人様。こら。ご
主人様、悪い子でしゅね。悪い子でしゅね。お仕置きですよ。ご主人様の鼻にもつけてあげましょうか。つけてあげます。じゃ。わあ。もう口がもう口と鼻がアイスまみれになりましたね。あ、拭いてあげますよ。あ、あ、取れませんね。ちょっとつけすぎちゃいましたね。ごめんなさいね。ちょっと加減をわからないので。美味しいですね。ご主人様と食べてるから、もっとさらに美味しいですよ。このさ、ホイップをさ、ご主人様の鼻につけてみたい。シューってシューってつけてみたい。さすがにしないけどね。さすがにしないけど。あんして、わかりましたよ、ご主人様。あー、美味しい、リオが作ったこのパフェちゃん。パフェちゃん美味しいでしょ。あ、もう50分だ、ご主人様。50分でしゅね、しょろしょろね。ご主人様、延長されますか、お時間。時間延長されますか。美味しいでしょ。おいしい。ご主人様、延長されてもよろしいんですけど、リオはね、ちょっとこの後学校があるので帰ります。帰らせていただきます。って来た。そりゃあね、リオちゃん実は15歳なので、中3なのでね、帰らせていただきますね。延長はおいくらですか。延長は、1分につき1000円ですね。1分につき1000円となっております、ご主人様。お腹いっぱいになりました。あ、よかった、ご主人様のお腹がいっぱいになって。あ、じゃあ学校一緒についていく。ちょっと処理はちょっと NG ですね。まあ、だけ続きやってくれるのね、ちょ。ウケる、ウケる。100キラキラ、あ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。それでは今日はね、ご主人様がリオツーメイド喫茶にご来店していただいたので、こちらのスタンプカードを押していきますね。あ、ご主人様来てくださったの3回目ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてお会いしたかと思いました。3回目だったんですね。それではこちらに
スタンプを押させていただきますね。ポチ。押せましたよ、ご主人様。それではこちらスタンプカードが3つになりました。おめでとうございます。おめでとうございます。というわけでまたあと残りいっぱいあるのでまたお越しくださいませ、ご主人様。それではいってらっしゃいませ、ご主人様。四つ目の喫茶が終わりました。ウケる。あ、51分ですね。また来ます。え、嬉しい。ご主人様ありがとうございました、来てくださって。え、本当に美味しかった。これやばい。これは美味しすぎて半端ない。半端ないですよこれは。じゃあそれでは55分までスクショタイムをしましょう。そう、この格好だしさ、半袖だからね、寒い。でも暖房つけてるからさ、暖房でアイスが溶けてさ、ドロドロになってる。楽しめた？嬉しい。朝から腰痛メイド喫茶でした。やった。じゃあスクショタイム。猫耳。パーフェクトな朝ごはん。え、嬉しい。嬉しいな。間に合った。あ、ご主人様ありがとう。得意な真顔で3ポーズくらい。真顔得意じゃないよ。ご主人様。毎日りょうちゃんのパフェ食べたい。え、嬉しい。嬉しい。食べに来て。毎日でも毎朝でも1日3食でもいいよ。かわいい。今日も仕事頑張ります。嬉しい。そう言ってくれて、ご主人様。頑張ってきてね。応援してるよリオが。ギャルポーズ。ギャルギャルメイド。55分になりそうなのでそろそろ壇上を読みますね。13位、たくさんありがとうございます。12位、りょうちーさんありがとうございます。11位、まさたかさんありがとうございます。10位、むかしからおじんさんありがとうございます。9位、よしこっこくんさんありがとうございます。8位流れ物さんありがとうございます。7位ゆずきちさんありがとうございます。6位あそじさんありがとうございます。5位たちててやさんありがとうございます。
4位カーブズキーシ君さんありがとうございます。3位アポロンさんありがとうございます。2位マイヤカミオスティーブさんありがとうございます。そして1位はドゥル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 パン、レオタンさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。朝からリオツメイド喫茶にお越しいただきありがとうございました。ありがとう。それでは次の枠はですね、2枠目が18時10分から18時半になっております。そう、あのお仕事があるのでね、もしかしたら変更になる可能性もあるんですけど、あの理想ではこの予定で行くのでよろしくお願いします。そして3枠目は19時20分から21時です。よろしくお願いします。今日もハイツ待って、やばい声が今日もハイツありがとう。そう、2枠目は多分車配信からになりそうで、あ、車配信になりそうで、3枠目は秘密なコスプレをしたいと思います。秘密。じゃあご主人様に特別に全身を見せてあげましょうね。じゃじゃーん、かわいい。そうね、頭も猫ちゃん、猫ちゃん。細い？え、嬉しい。にゃん、にゃん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 。このフィギュア欲しい、フィギュア。これなくして欲しくない？イエーイ、いい感じいい感じ。今日ご主人様についていこうかな、ついていこうかな、ついていってもいいですか、ご主人様に。りょうちゃん一人で寂しいからついていっていいかな。ありがとう。みんなギフトコメントキラキラ、ありがとうございます。アクスタ欲しいですでしょ。ね、でも多分無理ですね。じゃあお家で夕方まで行くに待ってるから、お主人様早く帰ってきてね、早く帰ってきてね。もうまっすぐまっすぐもうまっすぐもう寄り道とかせずに帰ってきてね、すぐに。6時過ぎに待ってるから。リオメイド似合いすぎ、え、嬉しい。あ、59分だ。それでは次の枠は理想、もし予定通り行けば18時10分から18時半になります。ぜひまた見に来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。今日も1位で配信終われたら嬉しいです。みんなでリオツンルーム、みんなで団結して頑張っていきましょう。あー。負けないぞ、負けないぞ。楽しみながら頑張っていきましょう。皆さん、あと残り2日なのでよろしくお願いします。あと少しだけリオの思いが届きますように願います。それではバイツー。